ラザフォードはニュージーランドのロケットラボが設計しアメリカ合衆国で製造される液体燃料ロケットエンジンで同社のエレクトロンに採用されている名称はニュージーランド出身の実験物理学者アーネスト・ラザフォードにちなむ燃料としてケロシン酸化剤として液体酸素を使用した世界初の電動ポンプサイクル採用エンジンであるエレクトロンは ファルコン9と同様に、第1弾と第2弾に同じエンジンを用いる構成をとり、第1弾に9機、第2弾に1機を使用している。海面高度では、水力 18KN で、非水力 303S。真空中では、水力 22KN で、非水力 333S を発揮する。2016年3月に認定を取得し、2017年5月25日に、 初飛行した。ラザフォードは小型の液体燃料、ロケットエンジンでシンプルかつ安価で製造できることに意を用いて設計されている。このため第1弾と第2弾のエンジンを統一し調達、輸送の効率化とスケールメリットの追求を図っている。さらにコスト削減のため実用エンジンとしては世界で初めて電動ポンプサイクルを採用している。 また、製造には 3D プリンターを後半に活用しており、電子専用解放を用いて燃焼室、インジェクター、ポンプ及びメイン推進薬バルブを製造している。他の液体燃料、ロケットエンジンと同様に、ラザフォードもタンクから燃焼室に推進剤を送り込む、ためにターボポンプを使用して昇圧している。大量。 高圧の推進剤をタンクに収めるとタンクの重量がかさむためポンプを用いて昇圧するのである。電動ポンプサイクルでは燃料と推進剤のそれぞれを電動機で駆動される電動ポンプで供給する。ラザフォードでは2台のブラシレス DC モーターをリチウムポリマー電池で駆動している。これにより一般的なガス発生機サイクルでは効率50%程度であるのに対し 効率95%程度を達成している。一方で、電池の分だけエンジンの重量がかさむという問題もある。エンジン1機につき4万回転、50HP のモーターを2台搭載している。第1弾の電池は、9機のエンジンに1メガワットを超える電力を供給する。エンジンの冷却には再生冷却を採用しており、 ポンプから吐き出された燃料は燃焼室とノズルに設けられた流路を通ってから燃焼室に噴射される。ありがとうございます。